鬼滅の刃遊郭編7話見ていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして僕のツイッターもフォローしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで見ていきましょう。レッツゴー。おう、そうか、禰豆子ちゃんがボコられたところから始まるんだ。だがしかし、だがしかし、はい、だがしかしでございます。覚醒禰豆子ちゃんです。いや、かっこよすぎやん。かっこよすぎ、美しすぎ、なんなんだこれは。いいね、ダキ姉さん、ちょっと焦ってんね。いいよ、もっと焦っちゃって。いや、このスピードやばいよね。からの上からドーンでしょ。いや、やばいって、やばいってこれ。こんなワクワクするかな。さあ、始まってゆく。第7話、変貌。で、合ってる？おい、漢字読めねえからさ。合ってるはず、はず。あらら、どうしました？大変ですか？辛いですか？脱ぎましょうか？私の背中を貫通してるのよ。あらら、貫通しちゃった。不思議だよね。ああ、再生するんすよ。ああ、ざまあねえな。私の再生力。顔面潰せ、顔面潰せ。上回ってる。行ったれ、行ったれ。おお、腕破壊。ええー、やん。ちょっと怖いけど。ちょっと怖いけど美しいけど。作画綺麗だけど。作画美しいけど。どうした？どうした？兄ちゃん。裕次郎。裕次郎。丹五郎。丹五郎どうした？にゃん五郎。違うか？姉ちゃんが。違うな。姉ちゃんじゃなくなる。そうなんだよ。そうなんだよ。今いい感じだけど、やりすぎるとね。あらららおめでとうございます。あらおめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。もう一度おめでとうございます。よいしょ、よいしょ。おお、でもすぐに回復するんじゃないの。おいえ、おお、すごい。やぐる、おお、おお、あまり関係なさそうだね。やばいやつ、クレイモアのプリシラみたいな感じやな。暴走してシュワーみたいな。あらら、すごっ。あ、そうか、これ燃えるんだ。燃えてる。えぐ、あの時のこれ何で燃えるんだっけ。何で燃えるんでしたっけ。あ、そうか、あの、ダキ姉さん悲しいね、過去があるんすよ。そうなんすよ。まあ鬼みんな悲しい過去があるからね。なんかここまでだったらクズで終わりなんだけど、最後に悲しい過去出すなよ、好きになっちゃうやろみたいなさ、わかる。まあそれがいいんだけどね、鬼滅の。あ、おめでとうございます。現状ではもうやられるたびにもうざまってるでしょ。もういやー、素晴らしいですね、素晴らしいですね。美しい女性たちをやってきた結果、今もう燃やされてっていうのは、俺もうね、もうしょうがないと思う。これはいいですよ。みんな胸がスカッとするところですよ。はい。なんか言いたいよね。今どんな気持ちってこう聞きたいよね。性格悪いと思うじゃん。違うんだよ。もう本当にダキはめちゃくちゃやるからさ、もうこっちとしてはもう仕返しをしたいんだよ。ごめんね。あらら。大丈夫か、禰豆子ちゃん。おう、おう、やばいね。やばいね。やべ、めっちゃ我慢してる。めっちゃ我慢してる。ガガ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 。これ歯と歯が当たるのって結構痛いよ。なんか歯がおろそうで怖いもん。ヤバミザワー！おー、ナイス。これであの竹を食ったみたいにさ、剣食われたら超悲しいよね。うわー、痛い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 。爪長いから。爪長いから痛いんだよ。戦わせてごめん。ギャー、そこら中、うわ、禰豆子の匂いがする。てか炭治郎もすごいよな、ボロボロなのに。どれだけ傷つけられたか分かる。痛かったろ、苦しいよな。うでも大丈夫だ。うわ、誰も傷つけさせないから。優しいよね。痛かったろ。眠るんだ禰豆子、眠って回復するんだ。すごいね、声は荒げてるけど何も悪いこと一切言ってないんだよな。眠って回復するんだってさ。おー、すごい。や、炭治郎すごいわ、根性。あやややや、血が失ってる。うわ、来た。まあ、やってくれたわね。うお、
お、人体模型やないかい。謎にエロめな人体模型。奇妙な奇術。こんなん言われたら殺されそうやな。なかなか治らないわ。おわ、イライラするんだろうね。ですよね。尺に触りすぎなんだよね。もう計3回は触ってるわ、この7話までに。尺尺尺。考えて動け。すぐ攻撃が来るぞ。怖いわ、人体模型。エロい人体模型とかいらんねん。まず周囲の人。おお、そうだよそうだよ、周囲の人やばいよ。わお、来た来た。追い込まれた上限の鬼滅。おい、これかまどねずこじゃねえか。派手に鬼化が進んでやがる。おお、薄いさ。親方様の前でお見切ってたくせに、なんだこの手たらくは。はい、ごもともです。派手にやれなんて言ってねえぞ。はい、ごもともです。ねずこちゃんもちょっと可愛い、暴れてるけどちょっと可愛い。そっちから来たの、手間が省けた。余裕ぶってんな、だいぶ。うるせえな、バカがこいつ。お前と話してねえよ。柱じゃないのにこんな強いんだよ。お前じゃ柱はどうだよ。じゃねえだろ。おう、弱すぎなんだよ。おう、俺が探ってたのはお前じゃない。何よ、エンム君のちょっと強化版ぐらいだね、感覚的には。おお、おえ、いつの間に。わからんわからんわからん、全然わからんかった。全然わからん、一番怖いパターンやん。え、恐ろしい。クロロの死闘で戦う兄ちゃんみたい。俺じゃなきゃ見逃しちゃう人もなんか、あーとか言って死んだやん、最後。え、派手に追い越される。やかましいわ。何を言っとんねん、真似してんじゃねえよ。派手に追い越されるじゃねえよ。おお、いやいやいや、伊之助、あからさまにあっちだろ。山の神、伊之助様のお倒れっすよ。山の神、祭りの神。ずれてんだよ、だからずれてんだよ。本当あいつ面白いな。きっとやるねえ、やるねえ。首が落ちてる。はい、ウルさんが切ったのか。だがしかし、おい、戦いはまだ終わってねえぞ。うん、妹をどうにかしろ。むしろこっからなんだよな、本番は。全体像を知ってるがゆえにマジで序章なんだよな。グズリドキアのバカガキは戦いの場にいらねえ。ああ、地味に子守歌でも歌ってやれよ。地味に。いやー、やばいね。かっこよすぎや。この絵がかっこいい。リアルリアル。こんなリアルはないんだけど、リアルなんだよ、わかる。すごいよな、リアルに思わせる作画。俺の声が届かない、全然聞いてくれないよ。どうする、どうしよう。いや、子守歌だよ、だから子守歌、子守歌。地味に子守歌を歌え。ねんねんころりねんころりコロコロコロリコロコロリ。いったね。こんこやまの、あ、全然違うわ、うさぎは。全然違う、ごめんなさい。なぜにお耳がなごんござる。小さい時に。おう、痛い痛い痛い、鼻痛いて。この葉食べたいゆえ、それでお耳。うわ、片手で言ってるよ。どうさ、おお、これじゃあさすがに寝れねえなとは思ってたけど、そうじゃないんだよね。その歌詞一つ一つでね、思い出すんだな。おで、思い出して中で歌ってくれるのよ、ねずこ。おっかさんがな、ええー、な。こんこん小山の小うさには、うまっ。なぜにおめめがあこござる。ルービブラート気持ちいいわ。うま。雪の実を食べたゆえ、それでまこござる。お兄ちゃんのお目が赤いのは、お腹の中にいた時に母さんが赤い木の実を食べたから。まあそうだよね、かわいいな。おお。あー、泣いちゃった、泣いちゃった。怒りんぼのちいかわさん泣いちゃった。かわいいな。おー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 、小さくなってく、小さくなってく。めっちゃちいちゃい、めっちゃちいちゃい。かわいい、寝た寝た、かわいい。このぐらいの人形さん欲しいですね。かわいいですね。それぬいぐるみとかないですかね。かわいいですね。母さん寝た。
水さん。こういう表情いいよね。ちょっと待ちなさいよ。どこ行く気？まだ喋ってんのかい。私の首を切ったわね。ただじゃおかないから。まあ、本当は死ぬんだけどな。まだギャーギャー言ってんのか。もうお前に用はねえよ。地味に死にな。ふざけんじゃないよ。だいたいあんたさっき。私が上限じゃないとか言ったわね。上限じゃねえじゃん。うわ、上限の6よ。なんで首切られてんだよ。弱すぎだろ。脳みそ爆発してんのか。まだ負けてないからね。いや負けたんだよ。負けてるだろ。負けました。一目瞭然に。本当に強いのよ。今はまだ6だけど、これからもっと強くなって。うわ、てか声優さん変わったかと思うぐらい声変わったな。すげえわ。沢城さん半端ねえ。いやいや声すげえな。うわ、すご、私すごいんだから。キャン泣きじゃねえか。嘘だろ。それよりこいついつまで喋ってんだ。うん、首を切ってるのに体が崩れねえぞ。うん、みんな好きだ。うん、全くなんかパワー下がってるがないもんな。やばいっすよ。本当はこれミンチにしたらよかったんだけどな。お兄ちゃん、あー、出た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 。うわ、はいや、一瞬で首ドーン。うわ、かっこいい。今の青が入ったのかっこいい。うわ、すごい。おお、さらに速い。いや、怖いんだよ。自分でくっつけろよな。おめえ本当に頭が足りねえな。足りねえな。切り落としてもしない。すごい声だよね。もう一体は何だ。反射速度が必死じゃねえ。こっちがやべえんだよ。これな、大事にしろ。顔はな、可愛い顔に生まれたんだから。やば、直しやがった。いやー、ぶねー。やるな、攻撃止めたな。やば、殺す気で切ったけどな。いいな、お前怖っ。怖っ。いいな、そのなんか不気味。シミもアザもお傷もねえんだな。お傷。肉付きもいいな。肉付きじゃねえよ、お前筋肉付きだよ。腕もあるな。縦数万六尺は優に超えてるな。イケメンという部類ですな。昔もてはやされるんだろうな。ええー、モテております。めたまじい。いやいや、死んでくれねえかな。もうえぐいてえぐいて。腹をかっさばかれたり。それからな。うわぁ、怖っ。こいつだけじゃないのよ、まだいるの。私を焼いた奴らも殺してよ。私一生懸命やってるのに、すごく頑張ってたのよ。何を頑張ったんだよ。それなのにね、みんなで邪魔して私をいじめたの。何言ってんだよ。おめえがいつもあのキッズたちをいじめてんだろ。何言ってんだよこいつ。かわいい妹が足りねえ頭で一生懸命やってるよ。足りねえ頭。止めるような奴らは皆殺しだ。あー、わお、荒れるぞこれ。やられた分は必ず取り立てる。倍返しだ。名は牛太郎だから。いや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 、これはえぐいな。で戻るんやろ、しっかりと。鎌が回転して戻っていく。さっきの帯鬼とは武器が違う。はい、いや絶望が始まりましたよ。うずいさんの血の匂い。うわ、火星に行かなければ。俺が来たぞ、こら。あ、ご到着者ボケ合流。みのすけ、せいぜ、せいぜ、寝てるのか。いや、いいんだよ。寝てれば百人力なんだよ。意味わかんないけど。はい。いいね。猪之助様がド派手にな。ハマってる。これは禰豆子を箱に戻す。ド派手にな。この間だけ許してくれ。許す。ありがとう。いいやつ、いいやつ。猪之助いいやつなんだよな。最初となんかもう印象違いすぎなんだよな。もう炭治郎ボコった時と。本当にいい男じゃねえかよ。書くな書くな。人間かばってな、格好つけてな。格好つけてるわけじゃねえよ。お前は格好がついちゃうんだよ。恩人だよな。さぞや好かれて感謝されることだろうな。でこいつらも殺してか。
俺は派手で華やかな色男だし当然だろ。どうや女や。女房も3人いるからな。あ女って3人言うな。女房が3人もいるのかよ。おーい、うるせえねえ。バカじゃねえかよ。強化させてんじゃねえよ。ビッチだな。何荒らしてんだよこいつ本当に。そしてこの数かわいいなら裁ききれねえ。どうすんのよ。なんだ一回落ちたな。おお。身を隠せ。俺なら今の爆風で吹っ飛んでる。曲がれ飛び地がな。どれを逃がさないの。人を。うずいさん人をか。いやうずいさんだ。いやすごかっこよ。残撃さえ操れるのか。敵に当たって弾けるまでバチクソかっこいいわ。うずいさん妹の方は首を切っても死ななかった。はい、ありえない事態だ。ありえません。兄貴の首を切ればもろとも消滅するのか。兄貴が本体なのか。絶望だよねこんなの。どの道やるしかねえ。この音からして上の階の人間はほとんど逃げてる。うわうずいさんかっこよすぎ。うおめっちゃかっこいい。バチクソかっこいい。なんなの。てかこっから作がすごいことになるんだよね。もうやばいことになるんだよね。一筋なにゃいかねえわな。かっこいい、かっこいい。いやすごいわ。6話まではね結構作画で落ち着いてたんだよ。街は綺麗みたいな、そんなレベル。戦闘も少なかったし。ここからが作画がもう鬼だよね。バトルが始まってからが。はい、ということで7話ここから怒涛ですよ。怒涛の展開。神作画によって我々はもうフィーバーしてしまうわけでございます。ということでここから8話とね見ていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん一緒にこの後半戦もね楽しんでもらえたらなと思います。ということでこそこそ話あるかな、見ていきましょう。ニンニン今日はいきなり大将こそこそ噂話を。お、禰豆子は子供の頃から聞き分けがよく、うん、わがままを言ったこともありませんでしょうね。おばあちゃんが亡くなった時も父さんが亡くなった時も、うん、弟や妹たちに辛いのはみんな一緒。おばあちゃんもお父さんも私たちが泣いてばかりいると安心できないから、うん、今日いっぱい泣いたらまた頑張ろうね。うわ、笑顔でいようね。いい子やと言っていました。めっちゃ泣いてるやんけ。うわ、いい子や。第8話終結。禰豆子は本当にいい子なんだ。いい子なんですよ。わ、すごい。なんかもうこの本当一瞬で俺も一瞬で泣けた。一瞬で泣けるわ本当に。なんやこれ。もうね、だから鬼滅ってそれがすごいんだよな。みんなのね過去の話とか知れば知るほどに本当にね好きになるんだよ。なんかね思うにね、神作品っていうのはどれだけねそのキャラクターを知ってもらえるかだと思うんだよね。いろんな思いを持ってキャラクターって、まあ、作ると思うんだけど、決まった時間の中でそれを伝えきれるかって難しいんだよね。それがうまいのワンピースなんだよ。まあまあ尺が結構確保されてる分しっかりと背景を伝えていくってことをやってるから、やっぱより俺らは好きになれるんだよね。だから鬼滅もそうなんだよ。でも鬼滅の場合は尺って結構短いんだよね。短い中でうまいことちゃんとそれぞれのねキャラクターの背景を伝えてるからすごいうまいんだよね。うまいし俺らはやっぱもっと知れるしっていうので本当にね神作だよね。間違いないなと思います。はい、ということで今回この辺で締めていきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、ぜひともよろしくお願いします。僕のツイッターもフォローよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!